正午の発表では観衆は3万ですが、それからまた観衆が増えてきました。一塁側から愛知県の東邦高校、4回目の優勝を狙います。三塁側、愛媛県の宇和島東高校、初出場初優勝を狙っています。お待たせいたしました。ライト前、ノーアウトランナー一塁。この今田はこのバッティングがうまいんですね。そうですね。ランナースタート、右中間抜けたか、回り込んだ、三塁にストップ、ツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁三塁。さんが言われたように4番5番6番と、はい、ここが怖い投法ですね。そうですね。今の梅谷君なども当たってますからね、坂口監督バントせずにですね、はい、強行できましたよね。ランナーストップ、ワンアウト二塁三塁。それと今日は注目したいのは小川に対する明神のリード、はあ、これを坂口監督がですね、なんといっても攻守の中心が明神であると、はあ、また前の試合とパターンも変えてくるんじゃないかなと警戒してましたが、そうですね、この明神君も本当によくその野球を知ってる選手ですね。スクイズファウル。坂口監督は今日は絶対に先取点が欲しい。今度はヒッティング、ちょっと中途半端、三塁ランナー止まっている、落ち着いて河野が一塁に送りました。ツーアウト二塁三塁。ランナー出してからの今大会の小川投手のピッチングについて、いや、ランナーを出すことはね、この小川君はよくあるんですけれども、はい、ランナーを出してもランナーがいない時と同じような慎重さ、そしてその制球力を持ってますよね。今のカーブなどは本当にもう 絶妙のそのコントロールだったんです、はい、竹藤の当たり、ショートゴロ、ショート山中から細川に送ってスリーアウト。2回の表東邦、ノーアウト2塁3塁という絶好のチャンスを逃しました。2回の裏、宇和島東高校の攻撃に入ります。三塁側からの拍手が聞こえますでしょうか。4番のキャッチャー明神、4割7分4厘19打数9安打打点7。このオーダーを変えることについて上皇監督はですね、はい、今日ちょうど通路にかなり早く来ましたんで、どうするんですかって聞きましたら、はい、3番4番5番にとにかく聞きますと、それから決めましょうと、で昨日まで4番を打っていた細川選手にどうすると聞きましたら、はい、明神に打たしてやってくださいと。細川君ちょっと当たってませんからね。そうですね。明神君がですね、はい、私が打ちますと。まあ、ここに来て本当にバットがよく振れてますのでね、はい、三遊間真ん中、宇和島東の初安打はキャプテン。ノーアウトランナー一塁で5番に下がったファーストの細川、バントします。セカンド投げた、間に合った。これも送ります。また二塁に送った、足が離れた、今度は送球が高かった。ピッチャー山田のフィルダースチョイス。ランナースタートする、フォアボール、ワンアウト満塁。ランナーをスタートさせてボールならば見るという、そういうことです。この宇和島東には神様が2人いるというんです、はい、明神薬師神。
真ん中に入ってきた、左中間抜けた、宇和島東1点先取、セカンドランナー3塁ベースを回った、2点、タイムリーツーベースヒット、なおランナー2塁3塁、宇和島東2点先取、打ったのは8番ライト、左の薬師陣。投げた時に私ハッとしたんですが、はい、真ん中に来ました、真ん中なんです。コースは甘いんですが、高低は、ね、低いところに、はい、うまくコントロールしたと思うんですけどもね、薬師陣君が開かずにうまく打ちましたよね、はい、打ちましたね、今日は最初の打席はセカンドゴロです。ショートゴロ、併殺コース、2アウト、スリーアウト、ダブルプレー、東邦4回のチャンスも逃しました。この現在で発表3万でしたが、もっと観衆は入ってきました。もうほぼ満員のスタンドです。先ほどもアルプス席をご紹介しましたように、かつての球児、そして大先輩、まあ子供さんからいろいろな方がこの決勝戦を観戦していますが、これは東邦のかつて昭和52年夏の準優勝投手になりました、1年生のピッチャーだった、そうだった、坂本投手ですよ、はい、ねえ、2回戦の安高校戦でホームランを打った山中、昨日の桐蔭学園戦でも3本、左中間の一番深いところにレフトフライを3本打ち上げました。これは押されました。センター前、センターの前、風があります。センター前ヒット、ノーアウトランナー一塁、俊足の山中が出ました。セカンドコーナック、ノーアウト一塁、カウント2スリー、ヒッティングでエンドランがあるかも分かりませんね。ランナースタート、ヒッティング、一二塁間真ん中、俊足山中三塁に、ノーアウト一三塁、山中さんの言葉が終わるか終わらないかのうち、ランナースタート、右中間破った、山中ホームイン、3点目、河野回った回った、4点、ツーベースヒット、3番柴田右中間タイムリーツーベースヒット回った、柴田5点、連続ツーベースヒット、明神3打数3安打、今日の形は結局2回戦の安高校、はい、3回戦の近大附属戦と同じような形になってるんですね、そうですね、細川バント、明神は3塁に、3塁は空いています、セーフ、ファーストの今田の足が離れました、記録は内野安打、一二塁間破った、明神ホームイン、6点、宇和島東打線爆発、6連打、5回に一気に4点、6対0、三塁側、竹ボラの音が響いてきました。お昼頃の強い日差しに変わりまして、少し雲が広がってきました甲子園です。西南西の風が 6.2 メートル、気温は17度5分、もう18度近くまで上がっています。
60回の記念大会、今大会は34チームが集まりました。主役なき戦い、主役なき大会と言われました今大会ですが、しかしゲーム内容としては山中さんね、はい、今大会はこう競った試合が非常に多くてですね、そういう意味では良かったんじゃないかと思うんですよね。そうですね、こう試合が本当に多かったですよね、1点差のゲームを、はい、そしてその終盤にね、特に終盤にもつれるというゲームが非常に多かったですよ、見逃し三振、ストレートに手が出ませんでした。東邦は5回からヒットがありません。4安打を打っていますが、4回に6番の山中がヒットを打ったのが最後です。セカンド正面、併殺コース、2アウト、3アウト、ダブルプレー、東邦にとっては最悪。ご覧のように東邦は1回から8回まで抑えられました。宇和島東のエースの小川投手が完投シャットアウトを記録しているのは2回戦の安高校戦だけ。その後の近大付属戦は3点、準々決勝宇部商業戦は4点、そして準決勝の桐蔭学園戦は4点を取られました。初出場初優勝まであと1人。愛媛県勢にとっても勝てば昭和7年以来56年ぶりの優勝になります。センターへ、試合終了、宇和島東高校初出場初優勝。小川投手の周りに各選手が集まった。愛媛県立宇和島東高校初優勝、6対0、愛知東邦を破りました。ご覧のように6対0で宇和島東高校が勝ち優勝いたしました。